のままでいいから。大切な日はこっちで撮りたいっていうさ、あのちょっとエモい感じで。あ、待って、なんかこういうの見たことあるよ。そう、開けてみる。いいよいいよ。もうそしてこうやってみる。これをここに刺して、これを伸ばして、セットして、あ、逆だ。ここは、あ、ごめん。こういう風になってるから、こう上からキュッて入れる感じかな。あ、逆だ。俺が見せた。こうだ。あ、怖い。怖い。怖いからやめときます。下ってね。あれこうだ。OKOK。 あとはもう押してグッて下げる。 OK。 でこのピロピロをちょっと伸ばして、ここのとこまで、そうもうちょっと伸ばしてる。伸ばして奥の方の爪、あ、そうで、あとは締める。カチッて言うまで。そしたらもう1枚目が取れるようになってるって感じで、出来上がりです。じゃあ1枚目記念のサンちゃん。でもどうなんだろう、キャンプ小さい頃とかってこういうカメラでお父さんお母さん撮ってた？こういうカメラだ。待ってね。チーズ。オッケー。来た。え、これタイムキャプチャーしてもらわないといけない感じですか？いや。俺は今日はこれにしてみようかな。カモがあるんだって。こっちはカモがなくて白身魚。やっぱカモ好きとしては外せないですね。でもやっぱ新しいじゃん。ナホです。こんばんは。どうも。今日はエビですか？今日はエビです。エビ好きよね。エビ好きね。食べれなくなっちゃうから。確かに。だいたいしなってんじゃん。吸ってないじゃない。ルーチャオとかのエビは蒸してるか。そう。揚げてはあんまないもんな。油はくぐってるけど。違う油。そう、中華の油。久しぶりです。もうすぐ台湾から。あ、それは個人情報。また。帰ってくると思ったんですけど。あら。家庭の事情があって。日本にいることに。バイトもできんのに何するねって感じ。ってことは本当にもうあと1ヶ月ぐらい。しかもさ、コロナだから帰ってこれないじゃん。そう、しかもビザ切れるからもう入ってこれない。マジで普通に旅行ビザで来れない。うわー、さよなら。なほちゃんは残ってくれると思っていた。いや、頑張った。気づいたら朝南の島に行ってるからな。いや、もう頭おかしいでしょ。あ、それ楽しかった。明太子と。あ、ありがとうございます。明太子食べ放題とかないしな。ない。いや、マジで美味しそう。なんか那覇市内しかさ、なんかモノレールないじゃん。だから他行きたいってなると車ないと。みんなレンタカー借りだよね。で、そう、沖縄行った時、にゃお。あ、照片。結構。好，没问题，谢谢。好，谢谢你。